はい、皆さんこんばんは、和道です。おー、リュウホーです。マスさん、おはようございます。寝起きです。今日もサーフボード練習やっていこうと思います。楽しんでってください。延長ができないため、延長チケットないんで、もしよかったら花火ください。よろしくお願いします。おい、グリベル、昨日ありがとうね。お疲れ。ウィス、どうもどうも、こんばんは。映像どう？見やすい？見えるね。大丈夫だよね。映像と音声問題ないっすか？なんかタバコ吸ってきていいよ。もう乗れるようになった。早っ。タバコ吸ってきていい？タバコ吸ってくるわ。おい、こんばんは、解放。疲れたでしょ。こんばんは。もしよかったら花火お願いします。お疲れ様です。足がどーっとです。でしょ、昨日俺足だくになったの分かるでしょ。こんばんは。
やんだろうね、グネグネやるやつ。バカありがとう。見てやんだろう。これのやり方が全然わかんない。動いてるタイヤが。誰くれた？マルさん。膝を曲げてスタンディング、うん？スタンディングって何？膝を曲げないスタンディング。いや、かがむらしいよ。かがんでからのスタンドなんだ。動画みたいにうまくいかないんだよね。ね、全然違う。俺のちょこちょこちょこって感じだ。あとグーングーンって。あれは勢いがついてるから。違うんだよ。走り始めからやってんの。電車あるのみだね。こんばんは、けいちゃん。ウッディープレスっていうメーカーだね。ウッディープレス。止まらないでやりたいの。ずっとこけるのこれ、永遠と。お疲れ、サクトラ。いい。
げえ汗かく。疲れた。全身から汗が吹き出す。暑いよね。ういっすー。サブちゃん来ないね、最近ね。おい、麦さんいらっしゃい。そう、昨日から始めたのサーフスケート。今日もやってるよ。暑っ。汗が止まらん。ジュース買うんだったら買っていいよ。風船ありがとう。まいちゃん風船ありがとう。おー、りんごさんいらっしゃい。延長したいんで、もしよかったら花火ください。ありがとう、みつけ。お疲れ。これね、サーフスケートって言って、普通のスケボーとちょっと違うの。本当は真っ平らなところで蹴らなくてもグーングーンって無限に進めんの。だから俺下手だから普通のスケボーみたいにやってんの今。2日目です。練習2日目。大花火ありがとう。延長ありがとうございます。大花火ありがとう。昨日よりは良くなってるね。
花火ありがとう。60分まで延長可能です。ありがとう。2時間練習したいんで、あと花火2発お願いします。怖いよね。俺も3回ぐらいこけた。お疲れっす、インコタン。うん、昨日よりはだいぶ上達してるよね。なんか中国人の男の子に教えてもらったの。そう、転んだらなんか大丈夫っつって声かけて、こうやってやって、で俺はこっちこうやってこいでさ、そうじゃなくてここにまっすぐ立つんだみたいなことを教えてくれて、蹴る蹴る、楽しい。汗がすごい。なんでやっぱあれだね、スケートをやってる人って痩せ型の人多いのが分かる。めちゃめちゃ運動量激しい。超汗かくよね。なんかスーってみんな乗ってっから、あのヒョロヒョロの人多いじゃん、スポーティーな体の。全然違う。俺水飲んできていい？水飲んでくるわ。
分間もやれば。お疲れー。あ、フォローぜひぜひ。俺も運動神経ゼロだよ。もうちょい前、その辺歩くね、もうちょい。そうそうそう、気をつけるよ。全身筋肉痛というか膝と腰とっていう、その下半身がすげえ使う。フォローありがとう、フォローありがとうね。全身運動だね。汗がすごい。意外と有酸素運動。おとつゆきさん、全身運動っすね。もう汗が止まんない。あっつー。体幹鍛えられるね。そうだね、あのキックボクシングとかの体幹にいいと思う。気をつけるんだよ。そうそうそう、のんちゃん運動神経抜群にいいから。あの子意外とね、どんくさそうに見えて運動神経いいの。俺より全然いいよ。こんばんは、ビーラビッツさん。もうちょい前だ。全身に体重かけんなって、少し64ぐらいで、64で前に体重。ちょっと後ろすぎない？危なくない？ズブンってずっこくない？きた。疲れるよね。ももが。水、水分ちゃんと取んないと熱中症になるよ。俺の財布、うん？俺の財布から取っていいから。ごめんなさい、場所は言わないです。通報めんどくさいんで。ナンバさん申し訳ない。ふんちゃんかわいいよ。マスコットだもん。誰かもしよかったら花火ください。延長したいんでよろしくお願いします。楽しいよ。なんかみんなでスケボーオフとかやりたいね。スポーツいいね。スポーツにハマってるよ。捨て頃でキックボクシングやって、フットサルやって。うん、大丈夫大丈夫。ナイツさんいらっしゃい。面白いよ、すげえ。いいスポーツだよ。いや別に見る見ないは自由でしょ。見る見ないは だいたい毎日2時間練習しようかなと思ってる。楽しいよ。
汗止まんねえ。こんなに激しい運動だと思わなかったわ。でも楽しみながら汗かけるから全然苦じゃないね。全然苦じゃない。無限に漕ぐやつどうやってやるんだろう。やり方が分かんねえな。サーフボードを無限に漕ぐやつのやり方が全然分かんねえ。ありがとう。乗れるようにはなったんだけどね、まだね、普通のそのサーフボードの乗り方がまだマスターしてない。なんか普通のスケボーの乗り方になっちゃってんだよね。そうだね、通報されそうだね。見た目おっかないもんね。暑い。痩せるねこれ、間違いなく。間違いなく痩せる。すげえ痩せるよ。スピード出しでもう変わると、もうちょ、その角度がってこと？スピード出すのこれが一番怖いかな、マックスかな今のところ。体感が取れなくなっちゃう。そのでも動画を見てると、その蹴り出さないでこうグイーングイーンってもう進んじゃうんだよ。普通に、普通の人は蹴り出しじゃなくてもそのいけるんだよね、サーフスケート。あれのやり方が分かんないんだよね。そう、斜めにぐーって腰切ってこうジグザグ走ると無限に走るの、坂じゃなくても。それができないんだよ。どうやってやるんだろうあれ。スピードの問題じゃないと思うんだよね。俺が下手なんだと思う。止まる時間が早すぎる。フォローありがとう。熱っ。いいね、スポーツ。
体重移動。体重が全然移動できてないじゃん。足首で多分曲がってんだろうな、俺。知らない。気をつけないよ。もうちょい前だね。これも怖かったんだけど、モンさん。今良かった？でもね、そう、止まっちゃうんだよね。こう、無限に行かないの。今良かった？ピエールさん。のんちゃん、上達早いな。おい、ワード2、マックインいらっしゃい。体を動かして汗かくっていいね。なんかマキクロードの言葉で、生まれて初めて買わせる おもちゃが、サーフボードなのか、プレイステーションなのかで、そいつの人生大きく変わるぜっていう言葉があって。俺はスーパーファミコン買ってもらったんだよね。サーフボードの方が全然良かったよ。サーフスケートの方が。あ、その後、そのバーストさんが、コトカに300発あげて話題になってたよ。バーストさんでしょ。いや、バーストさんっていうすげえ花火師が現れたんだよ。で、コトカと AF にバンバン花火投げてんの。頑張るよ、ゆずさん。AF はずっと俺のリスナーだったもん、ニコ生時代。まだ生主復活する前。配信者なんだ。へぇ、知らなかった。汗止まんね。疲れるね。ここで見ててもらっていい？タバコ吸ってきていい？タバコ吸い行こうか、みんな。バストさん、配信者なんだ。まあなんか、男の人には投げないだろうから、俺には関係ないよね。多分女の人にしか投げない、あの人。すごいよね。多分この3日間ぐらいで150万ぐらい使ってんじゃないの。150万配信者にあげるってすげえよな、2日で。汗が止まんね。嘘、よっさに投げてたんだ。へえ、すごいね。フラソンバーストさんっていう人は起きたことないから分かんないけど、まあ俺には関係ない。羨ましいぜ。あ、そうなんだ。へえ。眉毛一回全剃りしてもうだいぶ生えてきたよ。へえ、すごいね。へえ。すごっ。
ね、大花火だけだよね、あの人。あ、延長したいんで花火ください、お願いします。何者なんだろうね。なんでニコ生主だけに投げるんだろう。 AF もコトカも赤心もに、あのヨッサンもニコ生主だもんね。ニコ生戻ってきてよってことなのかな。あー、なるほどなるほど。スケボー買った。スケボーなんだけど、サーフスケートっていうやつ買った。誰の配信終わったの？あ、自分の。こんばんは、ひとらさん、風船ありがとう。スケボー練習枠毎日やろうかなと思って、運動がてらちょっと太ってきたから運動しようと思って。自宅やってきた。おかえり、お疲れ。暑いな今日。サーフィン？サーフィンじゃなくてスケート？楽しいよ。これでいろんな街をこう上手くなったらサーフィンでこう歩きたいね。旅持ってっていろんなところでやりたい。サクッとらデブなの？食ったらデブなんだ。痩せてると思ってた。あ、今疲れた運動不足だからだよ。運動しよう、二人で。あ、デブなんだ食ったら。痩せてそうな感じがしたけど、デブばっかりだな、うちのリスナー。俺も含めてデブばっかり。ジュースもらうよ。こんばんは。おう、アイカいらっしゃい。おう、みーすけ、ふーすけやん、ありがとう。誰か花火ください。延長お願いします。延長したいんで花火お願いします。最初はのりこ細かいやん。のりこ細いやん。あ、のんちゃん細いよ。のんちゃんおいで。のんちゃん細いよね。ほらちっこい。新竹林だから。あ、太ったの。のんちゃん新竹林の細いね。ちょっと太ったけど、俺と付き合ってからガリッガリだったよね。骸骨みたいな。そう、肥やしたの。
そうになった。のんちゃん身長いくつ？153だって。チビだよ。スケボーとは違う。サーファーが乗るスケボーで普通のスケボーと違うのはここ、ここがね、こうグネグネ動くの。そうだ、サーフィンの波乗りみたいにグニャングニャンって本当は曲がれるの。そうサクトラもチンチクリンなんだ。波に乗ってるみたいにグニャグニャ動くの。おい、しょうゆさん、こんにちは。上手い人がやると止まらないでずっと焦げんの。体重移動だけで焦げるっていう。はじめまして、どうも。坂道でやったら死ぬよ。昨日の人たちはいないね。昨日の人たちはいない。ちょっと面白い。ありがとう。面白かったらフォローして。疲れた。拓也さんいらっしゃい。怪我するね、多分。ワド2っていうの何なんだろうね。みんなが使う挨拶でこんにちは的な感じで入ってきた時にワド2っていうね。自然発生したからあんまよくわかんない。ワド
和道枠取りお疲れ様。和道つリナビンいらっしゃい。のんちゃんここにいるよ。出てくればみんなと絡んでよ。みんな退屈してるよ。なんだ。なんで。蚊に刺されるよっつって。うん。のんちゃんもやるの。ちょっとスピード上げて乗れるようになったら、ちょっと体重傾けたり足首傾けるだけで曲がれるようになる。最初はスポーツスピード出す、もう2回ぐらい蹴れるように。1、2でスピード乗せられれば。もう1回。そうそうそう。で、体重傾けてもそうそうそう曲がれるから。お尻側に体重傾けるのが楽。ひょこっつって。ちょっとスピード出してごらん。少し速いぐらい。じゃあじゃあじゃあ左足を板を左側にして板を左側で左足乗っせる。そうそれだけ蹴る。そう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 。で体重移動。そうそうそう。もう少しスピード出していいよ。ナイター練習つうか昼間だと迷惑かかるからね。公園子供とかいるから。そう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 。こんにちはたーちゃん。いやのんちゃん運動神経いいんだよ実は。のんちゃん Y 字バランスできるもんね。やって。運動神経いいよ。これでいい？木で。木でいいよ。ほら、Y字バランスできる。のんちゃん運動神経いいよ。あー誰か花火ください。あと9分で終わっちゃいます。誰か花火ください。のんちゃんこう見えて運動神経悪くない。テニス部だったし。ついね。誰か花火お願いします。延長チケットないんで。広い公園ですね。花火くださいお願いします。放送が切れちゃいます。あと2発欲しい。ホイールとか変えられるよ。普通のそれはスケボーと一緒、全部変えられるって。カスタムできるって。うん、もうダメだ。普通のスケボーと一緒だって、はい、だ違うのがここだけ。ここのグニャグニャだけ、これだけ違うらしいね。この曲がりしなりウィーンって。ホイール変えられないし消耗品じゃん。だって今日もやってるよ。下校児童さん花火よろしくお願いします。のんちゃん今日いいんだよね。最近ずっと好きじゃん。
風船ありがとう。これはですね、おっさんが、丘サーフィンやる放送です。丘サーファー放送です。花火ください。花火お願いします。風船ありがとね、リナピン。そうだね、もうナンバー2なんじゃないの。ツイキャスの次に人気のあるサイトになったね。ナンバー2サイト、丘サーファーっていうのは、なんかサーフィンやってるみたいな日焼けをしてギャルっぽい格好して俺サーファーなんだよねって言ってナンパするの丘サーファーっていうの。そう、サーファーぶって東京の渋谷とかでナンパするみたいな、昔流行ったよね、丘サーファーって。スケボーやってる。俺32だよ。32。親父狩りとか流行ってたやつ。たまごっちとか親父狩りとかエアマックス狩りとか。世代一緒でしょ、多分。傾くな。あとスタービーチとかね。あと5分しかねえ、誰か花火くれ。放送切れちゃうよ。次役取るのめんどくせえから花火くれ。誰か力を貸してくれ。35なんだ。裏腹系なんだ元。花火ありがとうみーすけ、延長無料ありがとうみーすけ。あと30分 OK。 あともう一発誰かください。スケボー楽しいね。もっと早く始めればよかった。ナイトさんありがとう。オッケー、これで放送できるね。サンキュー。ありがとう。もしよかったらフォローしてね。ありがとうございます。パチパチありがとう。バカありがとう。運動いいね。超楽しいんだけど運動。はい、真島さんいらっしゃい。超楽しいんだけど運動ハマってんだよ今。スポーツいいね。スポーツ最高。もうダメ、休んでな、うん、おい、ベコボコランドハートありがとう。こんばんは。楽しんでってね。
リア充だ。リア充。じゃあ、そうない。ない。買ってくるわ。けん玉面白いよね。カウンセラーなんだ。へえ。もう全然コメント欄に書いてくれていいのに。コメント欄に書いていいよ。放送見てるリコピンで、リナピンですって。私カウンセラーなのでカウンセリングしますって。コメント長文で書いていいよ。読むから、コメントは。ちゃんとしたコメント読むから。ターンも少しできるようになったね。うん、よろしく。あわインカンタオワ。なんかメロコア流しながらスケボーやりたいね。 BMW とかマインダーステップとか。I wanna keep on dance, this is my life. I wanna keep on dance, I was my best. 家族構成僕とのんちゃんだけですよ。僕は母親も父親も兄弟も全部いなくなりました。僕孤独です。付き合ってる家族いないですね。親父ぐらいかな、仲いいのは。でもなんか普通の家族とは違うかもしれない。暑い。 YouTube みんなフォローしてね、よろしく。スポーツいいね。自分から離れていきましたね。あ、まあ親父の場合離婚だけど。ていうかまあそこはもう昔から仲悪かったから、あうんの呼吸かね。フォローありがとう。お互いもう一生みたいな。熱っ。唯一執着するもの、放送じゃないの。放送今日ね、夜の放送だから画面のコントラストをちょっと変えてる。奥まで、暗くても奥まで見えるようにしてる。放送かな、執着するものは。自己表現したくてたまらなくなった理由が過去に何かありそうですね。ないと思うかな。昔から目立ちたがり屋だったかな。特にはないですね。でも表現するのは昔から好きだよ。バンドマンだったし。でもさ、リナピンが使ってるのそれカウンセリングじゃなくてコールドリーディングだよ、技法的に。それカウンセリングじゃなくてコールドリーディングだよ。それカウンセリングじゃないよ。それリーディングやってるだけだよ。カウンセラーの仕事じゃないよそれ。今もう5個ぐらいのコメントで思ったけど、
出る杭は打たれるの言葉通り学生時代にいじめられたりしましたね。うん、どうだろうな。いじめ、いや別に普通にやってたかな。うん、コールドリーディングとは違うのこれ。うん、面白い、新しいこと始めるのが好きなんだよね。面白い。いや、特にいじめられた記憶はないんですけど、もんちゃんがスケボーで遊んでるな。自分の思い通りに答えさせる。バンドはドラマーだったけどね、ドラムやってた。知ってる知ってる。じゃあリナピンさん、 YouTube のコメント欄に書いていいよっつったんだよ俺。うん、リナピン、リナピン、俺今あなたのカウンセリングに付き合うつもりないよ。その動画を見て YouTube の方にコメント欄長文書いていいよっつったのよ。ここはあなたがカウンセリングする場所じゃないから、うん、自爆でやりなさい、自爆で。顔がね、汚れてるっていうかね、コントラストを上げてるから、荒くなってるの。コントラストを上げて、あの放送やってる、今日は。こんばんは。転んでない、転んでない、大丈夫だよ。転びそうにはなったけど、のんちゃんがズデーンって最初の頃放送外で転んだけど絵に描いたような漫画みたいな転び方したけど。スポーツやってる時の和藤さんが一番スカッとしてますよ、表情が。気持ちいいね、汗かくとね。汗かくと気持ちいい。運動しないとダメだなと思ってたから、で、新しいことやりたかったの。で、できれば、その、家の近所で毎日できるような、あ、のんちゃんやってる。家の近所で毎日できるやつが良かったから、夜中だったら迷惑かかんないから、ボルタリングやろうかキックボクシングやろうか迷ってたんだけど、体感良くなりそうだからさ、こっちが選んだ。夜の公園綺麗だよ、ここ特に。中央公園だから夜景が綺麗。ほら。うまくできた？できない？こんな感じかな。ホテルとかがいっぱい見えるでしょ。綺麗でしょ。いいでしょ。この景色結構好きだよ。あそこで放送やってる。綺麗でしょ。東京って感じだよね。はいはい。まあスケボーはな、太陽出てるときできないから散歩するかな、なるべく。夏の夜の公園って楽しい。そう、俺公園で遊んだ記憶がないから
なんか生まれて初めてなんだよね、こうやってスポーツするのも。なんだろう、スケボー乗るとか自分の人生で考えてなかった。なんか泣けてくる。東京って感じでしょ、本当に。その明るさをちょっと上げてるから、だからその肌が汚く見えるの。そらきーさん、あ、フォロー大歓迎だよ。フォロー、ぜひぜひ、みんなフォローして。転ばなくなってきたな。でも Mindstep だね。 BMW とか Mindstep。センランプ。グリーンでなんだろうね、なんだろう。 There's a bad time to listen to me wind about nothing and everything oh I lost。レリジョン、宗教。
けるようになりたいな。私は45だから、ちょうどバンドブーム、ボーイブリブリ、あ、いいね。日本はね、昭和までが良かったよね。グレイとか宇多田あたりで終わったよね。ありがとう、バカありがとう。うまくなった？まあ、2日間ね、練習すればそうなるかな。ハートありがとう。頑張るよ。大腸菌さんいらっしゃい。のんちゃんの闇は深いよね。ねえ、のんちゃん。熱い。今日もできなかったな。イチャイチャしてる？羨ましいね。
東京ゴッドファーザーズ、ここだっけ、中央公園だっけ、ゴッドファーザーズって、あれいい話だよね、面白いよ、よくできてるよね。ゴッドファーザーズ中央公園だっけ、歌舞伎町じゃなくてあれ代々木公園じゃなかったっけな。運動神経全然ないよ俺、捨て頃見たらわかるっしょ。ホームレスが主人公すごいよね。あのオカマのホームレスがいい味出してた。運動、そうだよ、それで始めたのよ、背中っていうかさ、やっぱ座って配信やってるじゃん、ソファーで、だから体のバランス、肩と首凝るんだよ、それで運動始めないとと思ってて、それで始めたの、あのスケボー前からなんかやろうとは思ってたけど、ちょっと遅くなっちゃったけどね。肩がすげえ凝るんだよ、針ダメな、苦手なんだよ俺針。うん、楽しい、すげえ汗かいて、めちゃめちゃ運動量激しいね。アスペルガー由来の感覚過敏で苦手なのかな。感覚過敏は音と色かな俺は。あと肌触り、音と色、匂いはダメね、匂いは潰れてる、嗅覚は全くない。
鼻悪い。タバコ吸いく？タバコ吸う？飽きちゃったんでしょ、疲れたっつうか。おいで、タバコ吸おう。これは秋にやるスポーツだね。寄せていいじゃん。有酸素運動と体幹のバランスが良くなるから格闘技にちょうどいいと思う。そう、蹴り上げる時とかの体の軸とかはブレなくなる。ここはもうスケートボーダーのたまり場だね、ここは。なんかこんなんなかったよね。鹿が急に光るんじゃない？光るんだろう、電球なんだろうね、冬用だろうね。ここにもなんかチカチカいろいろついてね。クリスマス用の準備じゃん。早っ。あ、バカありがとうね。痩せたかな。2017年8月の27日23時19分です。よろしくお願いします。
こんばんは、ワドツです。こんばんは。動画もっと見ないとな。全然わかんねえ。のんちゃん引き殺すところだった。わかつでーす。どうも。はい、みつけはどつ。お疲れ。暑いね。T シャツびっちゃびちゃ。飲む？楽しいぜ。水入れてくるわ。
おお、ペさんはどつ、いらっしゃい。もうちょっとやったら帰ります。風呂入って雑談やるからね。なんだろうな。進まない。進まないんだよね。これができない。このジグザグのこれが、ジグザグの無限走法ができない。今日の課題だったんだけど、カーブが上手くなっただけだ。クルリンパができるようになったね、今日は。自然とできるようになる。難しいんだよね。まあ一応今日はこけてはいないかな。滑っては何回もいるけど。カーブ180度のターンはできるようになった。後ろにターンしてる感じで、前にも。のんちゃん乗るときはね、足を横にするんだよ。そうそうそう。そう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 。で、スピードがある程度乗っかってれば、結構曲がる。もう少しスピード出していい。もっともっと。もう2回ぐらい蹴った方がいいよ。スケボーとは違くて、サーフなんだっけ。ああ、大丈夫。サーフスケートっていうやつで、前輪の部分が動く、ぐにゃぐにゃ、なんか波乗りみたいな感じで動けるっていうか、ここが後ろは普通なんだけど、ロックしてるんだけど、これが動くのね、ぐにゃぐにゃ。ジョカさんいらっしゃい。
スケボーより今みたいな感じかな。俺はスケボーやったことなくて、これ今日2日目なんだけど買って、これくらい曲がる。こんな感じになる、うん、デッキの形はなんか限定モデルなんだって。これってからの動画とか見たんだけど、腰が切れない。その体重移動がまだできてないんだと思う。楽しい。これ2日目だけどドハマりしてて、1日1時間半から2時間ぐらい練習してる。面白いですよ。スケボー買ったね。サーフスケートっていうやつなんだけど、スケボーより楽しいと思う。俺はこっちの方が楽しいね。なんかさ、初心者向けなんだって。だからプロのサーファーは普通のスケボーの方が練習になるって。これだと足首で返せるからダメなんだって。体重移動でやっぱ曲がれるようにならない、サーフィン上達しないって。カバーいいっすね。僕のはあのウッディープレスですね。やっぱカーバーが一番いいらしいね。ね、なんか普通のスケボーの方がいいらしいよね。こんばんは、よろずやさん。曲がれるようになって楽しいよ。さ、のぶちゃんさ、これくらい乗ってんのよ。これよりスピードつけて蹴り足強く。波乗り。来週サーフィン。これのよろずやさん、これのさ、こう水平で漕ぐやり方が分かんないんですよね。だからこっちの方を覚えたいかも、サーフィンより、うん、今のプリクリ。回転でいけんだろうけど、これやりたいですね。前に体重、後ろなんだ、後ろ前、肩を入れる感じで体を振る。
よかった、うん、波乗ってた、うん、乗ってた乗ってたサーフィンみたいな、サーフィンみたいだった。疲れる。ボトムターン、ボトムターンって何すか。ケツから回るやつですか。これボトムターンってこれじゃないの。ちょっとよろず屋さん見てて。これじゃないの。これと。ボトムターンってこれじゃないの。これでしょ、ボトムターン。違うのかな。これボトムターンじゃないですか。違うのかな。今日勝手に覚えたんですけど。変身がないな。こんな感じだよね。これしょ。これボトムターンっていうの。前の方が難しいですね。ケツに体重乗せて、ま、曲がるのは簡単だった。もっと急に曲がれるんだろうね、多分。前から。よろず屋さんプロのスケートボーダーだったね。プロのサーファーかな、どっちか。あ、乗った。危ねえ。ごめんごめん。なかなかいいでね。本日初ゴケです。調子に乗った。大丈夫だったのんちゃん。サーフスケートそんな感じなんですね。あとはこうジグザグ覚えたらやりたいことできますね。気持ちいいっす。めちゃめちゃ汗びっしょりだけど。ブンブン。スケボーいいね。タタンいらっしゃい。超楽しい。動画見まくってるからね、俺。ね。ずっと見てたよ。3時間ぐらい見てたって。あれができないんだよな。ひたすら乗れって書いてあって。
飲み込み早いですか。すね、右すね、膝、膝が痛かった。すねっていうか、膝がやばい。超楽しい、これ。うい、解放よ、疲れ。あと4分で終わりにするわ。ああ、痛かった。おっさんになって、こけるの、コンクリート打つの、痛え、マジで。じゃあ、皆さん、お疲れ様です。お風呂入ったら雑談します。お疲れ様。バイバイ。お疲れ様です。ああ、痛い、痛い。痛いのはダメだ30過ぎて転ぶと痛えぞコンクリートばっかん痛えぞ。ああ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 あ大切に使ってたのに穴だらけになっちゃった。ああうわぁ、4年大事に使ってたのに最悪、最悪、最悪だわ。グリコさんいらっしゃい。お疲れっす。今日の練習終わりです。じゃあ切りまーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう